豊中市立の畑図書館は大阪府豊中市に4番目にできた私立図書館である。豊中市が1979年3月に策定した豊中市総合計画では図書館について市民が身近に図書及びその他の資料を利用できるように動く図書館、文室図書館の拡充、家庭文庫、地域文庫への助成、地域図書館の北部地域への新設、 小図書館設置の検討を行い、各機能分担と相互補完を図り、図書館活動を市民と結びついた多様なものとして発展させるとされていた。これを受け、同年12月に、岡町図書館長から図書館協議会に諮問が出され、1981年2月28日に、図書館システムを完成させるための長期計画について、という答申がまとめられた。 新州と夜中市第11館社会教育によると、この答申は図書館行政における政策形成に図書館協議会が重要な寄与を行った点で、これまでとは異なる画期的なものであったとされる。この答申において、すでに図書館サービスを行っていた岡町図書館、省内図書館、千里図書館、動く図書館、分室や図書室に加え、 北部への図書館建設が打ち出され、市民が歩いていける範囲に図書館サービス網を張り巡らせ、有機的に運営される図書館システムの早期実現が望まれるとされた。こうして、1988年6月に野畑図書館が北部地域に開館した。豊中市立図書館で初のコンピューターシステムの運用と CD の貸し出しを開始。以後、図書館。 省内図書館、岡町図書館の順に、コンピューターの導入が進み、1992年5月に、4巻べてのオンライン化が完了した。建物前に、豊中市出身の彫刻家、新宮新作のモニュメント、白い雲が設置されており、風力で動くように設計されている。2階には、三浦慶子作のステンドグラス、出卵の誉れが飾られている。 野端図書館の書庫は、市内の図書館の共同書庫であり、約17万5000冊の図書を保存している。普段は、職員が資料の追悼を行うが、書庫に入れる例というイベントの日には、来館者も書庫に入って、資料を自由に手に取り、借りることができる。暮らしの課題解決サービスとして、子育て DV 情報に関する資料を集めたコーナーを設けている。ありがとうございます。